めんね。よしよしよし。お父さん。どうしようかな。127の。よし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 。おお、違う違う、当たる場所違う、当たる場所違うよ。脇と肝臓ね。大丈夫大丈夫、見えるから、見えるから大丈夫。127ですよね、大きいやつ。127脇ないよ。何何何、興味すごいすごい興味あるの。採血したんで、ちょっと抗生照射をちょっと大丈夫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 、脇とお腹と喉の咳ってしますよね、多少は、ね、大丈夫だよ大丈夫、ほらいるでしょ、ほらほらいるでしょ、大丈夫だよ、測りたいってじゃあこっち向きからやろうか、ほらいるでしょ、喜んで、そっちに行きたい、え、でも、ね、嬉しいんだよね、はい、大丈夫、置いてかない、置いてかれない、置いてかれない、大丈夫、大丈夫、大丈夫、置いてかれないから置いてかれないから、まだちょっと残ってるからね、なんか最後、トラで書くのね、ね、子供もめっちゃ、もう、悩みに悩んでる、もう、でも、いいですね、かっこいいけど、優しいってやつね、牙っていう文字を書いたいんだけど、優しい牙ではちょっとなんか弱っちいし、それが優しいってどうなのっていう、そう、優しさも、優しさも、優しさも、いいですね、なんかどっちもありって感じで、ね、そう、私のイラストだけで優子の方が痛いって言ってたんだけど、それだと分かってみて、そしたら2ヶ月以上悩んでた、すごい。いっぱい悩んでもらったんだね。ちょっとなんか後してみたいです。大丈夫です。終わった？はい、終わりました。訪問図になります。これ、ね、これと。こっち向いてようか。これがね、溜まってんだよね、いつも。いつも？たまに、毎日やったらこの子。いや、毎日やらでもいいんだけど、2週間に1回ぐらい。2週間に1回も。まあ、でもさ、風呂がだいぶでかくなってるからさ、本当はね、毎日だと出が少なくなったら2日に1回、3日に1回、4日に1回、どんな感覚を上げてもらおうと、風呂っていつもすごいたくさん出るからだいぶ風呂がでかいんですよね、嫌だった嫌だった、お尻嫌だった嫌だった、今回はきつかったって前回意識だっけ、ちょっとこないからね、嫌なんだよね、前回6月、8月ついでに、でしょ、
2週間でしょ、2週間にしたら溜まりすぎだから、ってことができない。嫌がるよね、これ。そう、やったらずっとペロペロするもんね。めっちゃ吹いて。もう最近でも、もう餌も私ができるようになったり、ほぼ私がやってます。そうなんですか。しょうがないし。私は今、育休中やもんで仕事ないと思って。いやいや、立派な仕事してます。それは違いますよ。それは違う、違う。違う、そっちの方が大変ですよ。でも、あれ、旦那は設備工事やでね、もうしんどいわ。いやいやいや、家事育児もしんどいでしょ。24時間ね、十分休ですもん。なんか気になるの。はい、ちょっと待って。はい、どうぞ。はい、防腐洗浄と、あとなんだっけ。急にもやります。え、それで、広かったかもしれないです。右から出てきてる。右。ああ、多分掃除終わった方だ。すいません、ガッチャンガッチャンが多分緩かった最後の。ごめんごめん、大丈夫。これ1週間ね。1週間。とりあえずさ、痛み止めを出しますけど、はいはい、1週間。はい、でとりあえず1個は今飲ませます。はい、で明日からは朝飲ませてください。で、あれと一緒に混ぜればいい。そうです、そうです。混ぜればいいです。でそれでもさ、飲んでもさ、全然変わらんとかいう風だったら、うん、もうちょっと朝から夜まで半日預けてください。はい、もうちょっと調べますので。よし、よし。嫌だな。じゃあ、薬ができたら飲ませて。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 あ、はい。気になる。お尻ももう一回交代しちゃって。どれぐらいやってますか。はい、もう一回すごかったです。皆さんが気になるね。分かった分かった。一緒に見よう。一緒に覗こう。ほら、どうかなって。そっちみたい、そっちみたい。いいよ、そのまま。いい感じ。今ので。じゃ一緒に見よっか。見ながらこうやって。ちょっと見せてくれる、私に。一緒に見ようね、ほらほら。一緒に見よう。気になるの。いやいや、それでも OK、 OK。いい感じ。これが一番当たる。あ、終わった。終わりました。ありこさん。